です。あー、いいですね、この。なんかこうどういう道具を使って磨いていただくのかっていうのすごく気になってるんですけど、この靴をじゃあどうやって磨いていこうかなとかっていうのはやりながらこう探っていく感じなんですか？そうです、いろんな靴を今まで基本はそうですね、うんうん、お客様の場合だとパッと受け取ってから何でやっていくかっていうのは考えますね、はい、そうですかね、うん、まずは最初、はい、中を拭きますね、はい、いや楽しみだ。こうそうですね、このブリフトアッシュの磨きは、はい、結構久々、はい、めちゃめちゃ久しぶりです。そうですよね、はい、そう、すみません、タイミングがめちゃめちゃ遅くなっちゃってあれなんですけど、はい、2023年の優勝本当におめでとうございます。 ありがとうございますね、はい、田代さんにもちょっと話聞きましたけど、まあ、それまでも何回も出られてて、うん、何回ぐらいそれまで出場されてたんですか？2019年から出場して、そっか途中なかった年もあるから。そうなんですよ、4回3回あれ第2回から、はい、第2回3回、はい、で今回優勝できたのが4回目。あ、今回4回目ですか？あ、もうちょっとやってるイメージだったけど、そっかそっか。そうです、なるほど。で3回目で優勝ってことだったんですね、はい。でさっきもちょっとね、ちらっと話してましたけど、ご経歴としてはもう12年からそうですね、こちらに入社して、はい、お勤めってことなんで、そうもう今年でちょうど12年っていう感じですね。そうですね、丸12年ですね。結構長いことお勤めでやっぱりたくさんの靴磨いていらっしゃったと思いますけど、はい、はい、楽しみにしてました。とってもこの靴は初めてです。でもあれですね、僕これ結構最初にお聞きすることが多いんですけど、はい、あ、はいはいはい、どれぐらい履いてますかとか新しいですかみたいなところで言うと、うん、これ結構まだ新しいですよね。割と履き込んではないですね、うん、で本当にちょっとアッパーにオイル入れたぐらいで、うん、一度も表面はしてないですし、まだ何もあんまりし、はい、履くためだけにちょっとオイル入れたっていう感じですね、はいはいはい、そうですよね。その辺のまだ新品だとやっぱこう馴染みが浅いじゃないですか、はいはいはい、なのでそういうのをお聞きして、はい、大体こうクリームの加減とかをこの後どうしようかなっていうのを大体決めてますね。ちょっと待って、その新しいと割と比較的新しいと、はい、クリームの入れ方がどう変わるんですか？クリームの入れ方が、はい、うん、革にもよるんですけど、はい、こういう張りのあるカーフ系の素材だと、はい、結構力も入れますね。より力加減は強くなります。そのクリーム入れる時の力加減ですか？そうです。へえ、あと、そうなんだ。あとは量もできれば、はい、少し多めに入れたいなっていうのがより深く入れるために。そうですね。そうなんですね。そっか。あとはそこし、まあいろんな道具はあるんですけど、はい、基本はサフィールか、はい、ザクリームかみたいなのを、うん、あとはどっちにしようかなみたいなのを考えて決めますね。そこは多分クリームの性質だったりとか。そうですね、まあ、色だったりとか色と、はい、だいたいこのヤスリがけをしながらそこを頭の中では決めてます。イメージしてる感じですね、はい。ちなみにじゃあこの靴はこれからどう磨いていこうかなみたいな、今もうなんとなく見えてる感じなんですか？今ですね、そうですね、半分ぐらいは見えてますね。1個お聞きしたいところもあって、はい、それで言うとバーガンディ系マホガニというか、はい、ちょっと赤みがありますよね。そうですよね。で、まあ、靴好きだったらまあパッとわかると思うんですけど、はい、ちょっとこう濃い感じが、暗めのトーンが好きか、うんうんうん、明るめが好きかみたいなのが多分一個出ると思う。はい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 。だからそれどっちがいいですかっていうのを、僕は明るめでちょっとお願いします。明るめで、はいはい、ってなるとまたこう絞られるんですよ、僕の中で使うやつが。そっかそっか、その辺はもうお客さんの好みもあります、ね、そうですね、納得です。明るめで分かりました、はい。結構僕うんうん、僕の個人的な好みなんですけど、はい、カーフ系の靴でちょっと色抜けていく感じあるじゃないですか、はい、あれ意外と好きで、結構
無色のクリームとかオイル系を好んで使う、あまり補色をしないで磨くっていうことが結構あったりするんですけど、はい、なのでちょっと明るめで、はい、あ、なるほどなるほど、はい、ちょっとこう抜けていくというか、そうですね、あ、でも全然色は入れていただいても全く問題ないので、はい、もう分かりました、なんなら、はい、あの忍者さんのこの靴がかっこよくなる、うんうん、お好きなように磨いていただけたら嬉しいなっていう感じです。そうだ、恐縮ですけど、ちなみにちょっと今多分動画で初めて映すぐらいのことを自然とちょっと今やっちゃってるんですけど、うん、このコバインクを指で直塗りするっていう、うんうんうん、あ、なるほど、結構たっぷり塗るとベタっとしますもんね。そうですよ、うんうん、でまあこれ綺麗、比較的綺麗でまだコバがそんなに傷んでないので、はい、そういう場合はもう本当にちょこっとだけ削って、うん、こうやってちょっと擦り込む感じ。確かにそのやり方を初めて見ました。そうですよね、はい、へえ、そっか、それは、まあ、刷毛をこうよく切ってやるっていうのも、あ、確かに、もちろんいいんですけど、うんうんうん、ちょっと僕は微量な調整をこだわりたくて、うん、ちょっとこうやってコントロールしやすそうですね。あ、そうなんですか、はい、はみ出したりも、まあ、しにくいですね確かに確かに、ベタッとつくと結構液だれもするんで、このそうなんですよ、はい、で結構この積み上げの目をこう潰さずに綺麗にこう出せるんで、はい、あ、そう、あ、なるほどね、結構そっかそっか、こういうまだ新しいうちもなるべくこういう衣装を殺したくないんで、はい、あ、 YouTube 的にちょっとあんまり今の引っかかりそうだな言葉が大丈夫です、これ衣装、衣装をこう、はいはい、隠れないようにしたいのであありがとうございます、すぐ黄色になっちゃう、あの大丈夫ですよ大丈夫ですそれぐらいは多分大丈夫です、大丈夫、はい、スミさんって逆質問、あ、全然いいですよ、1個だけいいですか、はい、何足ぐらい靴をお持ちなんですか。あ、でも多い時はですね、50後半あったですけど、いやいや、僕なんて多分、ね、あの本当にもっと持ってらっしゃる方も果てしなく持ってらっしゃるんで、まあ、まあまあまあいらっしゃいますけど、はいはい、まあでもなかなかいないですよ、50今の代は、いや、まあまあそうかもしれないですね、はい、今でも40ちょっとに落ち着きましたね。あ、そうですか、はい、やっぱは、昔は結構ドレスシューズ好きだったんですけど、うん、僕あの普段スーツを着る生活じゃないので履かねえなってことにようやく気づきまして50足近く買って気づくっていうそれはちょっと遅めですね、はい、そうなんですよ、はい、でローファーとかやっぱり、ね、はい、僕は便利なので、ええ、徐々にそういう履かない靴は減らして今40ちょっとって感じですかね。なるほど、はい、新田さん今、はい、まあ、さっき12年お勤めだっていう話とかあって、はい、もうその前ってあの靴の業界にいらっしゃったんですよね。あ、そうです、靴の販売をやってました、はい、リーガルさんでしたっけ。はい、あ、そうです、あ、これって言っても大丈夫なんですか。全然大丈夫です。あ、本当ですか。そうです、リーガルシューズで、ね、そこどれくらいこう、2年半ぐらいですね。あ、そうなんですね。3年は経たなかったぐらいですね、うん、うん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 、なるほど、はい、その時はまあ僕地元北海道なんで、北海道の店舗で働いてました、東京じゃないです。そうなんですか、はい、ご出身が北海道、地元が北海道。そうですね、うーん、そうなんですよ。ただ今リーガルさん千葉に、あの浦安に本社があるんで、はいはいはい、社員試験とかそこまで行って受けるんですけど、はい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 、で、まあ、各地域の店舗に入るみたいな感じですね、配属みたいな感じですね。そうです、うーん、一応、まあ、その札幌店にもそのいた時期あったんで、あ、林田さんに、はい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 、そっかそっかそっか、林田さんに変わる前にちょっといたんですよ、僕は、僕も、あ、そうだったんですか。そうなんですよ、それで大まあ、そうですね、向こうの方たちお客さんも含めて、はい、そっかそっか、はい、分かる人は多いですね。なんか4年もいらっしゃったら結構しっかりね、それ長いこといらっしゃったんですね。そうですね、まあ、そんな感じですね。当時まあもう一人あの職人がいて、はい、まあ、その人中心でやってたんですよね。僕は本当立ち上げのさ、サポートっていうか、サポートにもなってないですけど。そうだったんですね、はい、そっかそっか、林田さんの前に人いらっしゃったんですね、知らなかったです。そうなんですよ、今クリーナーをかけていただいてますね。クリーナー、はい、
大会がまた目前に控えていて、はい、今、8月なんで、あ、8月の方ですか、予選ですか、福岡です僕、あ、そうなんですか、なんでもう10月あ、じゃあ、ん、あ、あれ福岡、あ、そうか、8月が福岡でしたね、そうです、そうだそうだそうだ、あ、へえ、そっちで出られるんですね、そうなんですよ、なんでもう、まあ、この撮影日が、8月8日ですけど、はい、だからあと9日後ですね、あ、そんなすぐだ、あ、はい、そうですか、もう秒読みに入ってました、本当ですね、予選は、なんかその、はい、普段お店で磨かれてる磨きと、あ、全然やってください、やっていいですか、はい、あのお店で磨かれてる磨きと普段、その大会の磨き方って多分全然違うと思うんですけど、そうですね、まあ、去年その優勝されて、はい、こうなんか次にこう なんだろう磨き方とかってまた次変わったりするんですか、これ、ま、最初は結構また新しい磨き方っていうのを、はい、あの模索してましたね、その20分で磨かなきゃいけないっていう磨き方、あ、そうですね、磨き方を、そうですよね、はい、でも結論、はい、あんまり変わらないかもしれないですね、あ、そうなんですか、変わるところもあるんですけど、基本的には去年自分がやってきたやつをより、まあ、こうグレードアップしてみたいな感じですね、うん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 、あ、そうですか、はい、その一応コンディショニングとかもね、審査項目に入ってるから、うん、あの、はい、こういうケアもちゃんとした方がいいわけですもんね、はい、そうですか、多分大会の本当細かい話で言うと、はい、審査基準も、はい、少しだけルール変わったところはあるんですけど、うん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 、多分靴の技術面に関して言うとあえて多分そこまで変えてないと思うんですよ、去年と、はいはい、毎回そこ変わっちゃうと選手側がやることがすごい、うんうん、よく分かんなくなっていっちゃうんで、確かに確かに、なんでそこはあんまり変わってないのもあるので、はい、あの、そうです、ベースはあえて崩さずみたいな、うんうんうん、そういうことですね、そうです、本当にこうボクシングで言うと、はい、なんか急にこう構えを変えちゃうみたいな、で最初はそういうことをいろいろ考えたんですけど、うんうん、色気出して、はいはいはい、うん、色気出して考えたんですけど、はいはい、やっぱりそれはなんか策に溺れそうだな、あ、なるほどね、そっかそっかそっか、はい、もう2回目といえどこう、そうですね、ちゃんとこう真剣に実績のある方法で、はい、まずは、はい、そういうことですね、やっぱり皆さん本当に、まあ、去年もでしたけど、はい、織茂さんとか、はいはいはい、あのそれこそ靴ひもを外した大平さんとか、はい、いろんなことをまたこう考えられて盛り込んでくると思うんで、はい、その辺どうなるかですよね、そうなんだ、はい、そこら辺はもう本当蓋を開けてみないと分かんないんで、そうですよね、そうだったんですか、大平さんと新庄君っていう、あ、R&D の方、あ、そうです、ね、あ、そうですか、2人がすごいな、紐外して戻してで完璧に仕上げたら、うん、絶対すごい、うん、間違いないですね、すごいですからね、よいしょ、ちなみに明るめっていうのでちょっとこう、はい、うちの ザクリームの、はい、ちょっと明るめのバーガンディを用意しました、いいですね、クリーム入るとこうちょっともちっとした感じになりますね、なりますよね、うん、本当に何もしてこなかったんで、 ありがとうございます、最低限しか、いや、あえて素敵です、いいセレクトをして、このちょっと大会とはそれますけど、はい、うちのバーガン実は裏で2色あるんですよ、濃いのと、本当だ、ちょっとこっちサイドが高いというか、そうなんですよ、分、うんうん、かります分かります、色違いますね、そうです、基本こっちがナンバー8に近くて、商品として販売してるやつですね、そうなんですか、はい、でちょっとこう濃くしたやつも実は職人用で、はい、はいはいはい、実はって使い分け用にそうなんです、あ、本当だ、これ多分初めて言うんじゃないかな、あ、本当ですか、はい、あ、でもやっぱ赤っぽい色もあれば黄色っぽいのもあるし、マホガニー系も2色ありますね、あ、すげえ、そうです、ちょっと今回はその明るい方を選択してます、はい、多分また艶出てくるとパリッと赤が際立つんだろうなって感じですね、発色がいい感じになりますね、うんうん、そうですね、こっちの方がもうなってる気がするな、あ、どうす、なんかでもこれ磨きやすいっすよ、あ、本当ですか、はい、よかったです、もう本当まだ何もしてこなかったんで楽しみにしてました、そう、大会の話をちょっとお聞きしたいんですよね、一応今回
隠さず言ってこうと思って、はいはい、盛り上げるためにも。いや素敵で、いやそのそれが素敵、素敵、すごい素敵なので覚悟してきてますんでどうぞもちろん このお店で磨くっていうのと、まあ、さっきなんか流れは大きくは変わらないとおっしゃってましたけど、はいはい、なんか目指すところは違ったりするんですか。その、まあ、靴によるのかな、それは。なんだろうな、目指すところっていうのはその仕上がりの表現というか。そうです、そうです、そういうことですね。そこです、表現っていう言葉です。おっしゃる通り、はい、まさに変わりますね。あ、変わります。 ぶっちゃけというか、はい、変わると思いますよ。うん、結構まあ本当に普段はもう、まあ、くすみさんのとかこうお客様の好みに振るんで、はいうん、やっぱり光らせる場所とか、うんうんうん、もう全然やっぱりかなり変わりますからね。まあ、靴によっても多分全然変わるところですよね。そうですね。確かに。本当にまあローファー持ってきていただいても、はい、強めのツヤがいいっていう人もいれば、はい、やっぱりまあ抑えて磨きたいっていう人もいるんで、そういうところで言うと、はい、大会だともう基準、審査基準をこう、うん、に沿って磨く感じですね。納得です。もう各項目があって、それをこう一個一個ちゃんと制覇していくみたいなことですよね。そうです、そうです、まさに。そっかそっか。なんで結構普段の、はい、まあ、うまくいけばいくほど、はい、普段の僕の個性みたいなのはちょっとこう分かりにくくはなるんじゃないかなと思ってます。それでももしかしたら他の方も結構共通かもしれないですね。だと思いますよ。うん、間違いない。だってそのグラデーションがっていう項目があったりとか、はい、あのそういうこう結構細分化されてるから。そうですね、まあもしかしたら確かにそこでは個性は出しにくいかもしれないですけれども、うんうん、大会の方はどっちかっていうとその個性を、まあ、もちろん個性とかも見るんだろうけど、はい、まあ、この限られた短い時間の中でいかに綺麗に磨くかっていうところが重要だったりするんですよね。そうなんですよ。なので、まあ、でもここ大会の意義というか僕はすごく意義を感じている部分で言うと、はい、これって 見方によってはというか、はい、ちょっとストイックな職人目線で言うと、はい、手癖で普段は磨いてる個性と手癖がごっちゃになっちゃうところってあるんですよ。うん、あ、はいはいはい、そのあ普段ですね、うんうんうん、なんでやっぱこうより自分がこう進化するというか、はい、上手になるためには、はい、やっぱりそうやって逆に決められたことをどれだけできるかっていうのはめっちゃ練習になるんですよね。うん、その、あのちゃんと型があってでみたいな。そうですね。それを、まあ、ちゃんとできた上で壊していくのが個性だみたいなことですかね。あ、そうです、そうです。あ、そうなんだ。あ、もう素人がわからない世界ですやっぱりいい意味で、はい、多分なんかこうこういう仕上げなんか大会で上位を狙うと、はい、うんうん、おのずとなんかみんなのやることが集約してくるというか、それはわかります、わかります、ありますね。そうか、使うと、まあ、道具とかも含めて多分だんだんそうなってくる。そうですよね。そこ多分でかいですよね。でかいです、うん、道具は特に、はい、でまあ、もちろんその中で、はい、やっぱりこうパッと誰かが、はい、こう風穴を開けて、はい、斬新なことするとか、そこら辺が入ってくるとこうなお面白いですよね。そうですね、確かに確かに。でもそういう方もきっといらっしゃるんでしょうね。いますね、うん、まあ、そのチャレンジというか、はい、よし、じゃあワックスいきますか。はい、お願いします。プライマー、はい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 、ね、去年から登場して、はい、猛威を振るった、はい、あの開発者のはかりなにさんから伺っております。そ、あ、そうですよね、はい、うーん、癖というか、なんて言うんでしょう、まあ、最初からこれを使い始めてれば、はい、癖として捉えないとは思うんですけど、はい、やっぱ従来のワックスとは使い方というか、まるで違うんで面白いですよね。そうなんですね。これで光るんだみたいな、最初そんな感覚でしたね。あ、そうなんですか。そうです。どっちかというとこうサフィールとかはしっかり薄くこう積み上げて積み上げて、そういうイメージですよね。これはあんまりこう積み上げる感覚はないんですね。そうなんですね。そうなんだ。ビタッと、あとこう使いどころが結構はっきりしてるというか、うん、はい、あ、いいですね。あ、全然映ってます。よし、使
いどころはっきりしてるってどういうことですか？あの最初から普通サフィールとかだと、はい、まあそれだけで最初から最後まで磨き上げることができるじゃないですか、はいはいはい、これはあくまで、まあ、プライマーと言われてる下地って言われてるだけあって、あ、うん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 、最初から最後までこれ一つだけではあの磨ききれないんで。なるほどねもうそれだけでもだいぶ変わってますけど、ね、そっか、プライマーってそういう意味なんですね、そもそも言葉として。そうなんですよ、知らなかったです。そっか、いい、あの修理とかやる人だと、あ、接着剤とかをプライマーとかって言ったりするんです。あのハーフラバーとか貼るやつを、はいはいはい、なんで多少聞いたことある人もいるかもしれないですけど、うんうんうん、下地を作るためのあくまでっていうことですね。でもそれが多分早いっていうのが売りなんですよね、きっとね。そうです、はい、早いですし、めっちゃ光る、ね、ただこれ1個だけじゃ、光るならこれ1個でやり続けた方がいいじゃんって普通最初ちょっと思うじゃないですか、はいはいはい、でもそれで磨いてると全然光らないそう、どういう思いで使用されるのかっていうのはぜひお聞きしたかったです。そうですよね、はい、そうですね、まあ難しいんですけど、いろんな思いはまずあって、はいはいはい、一番はこう、まあ、これからも靴磨きファン、靴好きがたくさんこう増えてほしいんで、はい、あの、まあ、自分もやっぱりその盛り上げ役を担えたらいいっていうところで、はい、あとはまあ、うん、あんまり実感ないんですけど、はい、でもこう去年の優勝した身として、はい、やっぱりその逆に僕2回決勝行って敗れてっていう、はい、あ、まあ、リベンジで迎える年も2回経験してるんで、うん、はいはいはい、なんかその上でなんていうんでしょう、まあ、立場をお借りしてじゃないですけど、はい、できることって少し変わってくるなっていうのは思うんですよね、正直、はい、うん、あ、いや素敵ですね。なんで僕なりにチャンピオンになった上で出るってなれば、なんかもうちょっと違う盛り上げとか、はい、そのチャレンジャーの頃とは違う風にもできるなと思って、はい、あの今回参加を最終的には決めましたね。あ、そうなんですか、はい、まあ、盛り上げたいっていうのが一番ですね。いや素敵です、素敵です、とにかく、はい、そうですよね、はい、そこが、まあ、田代さんに、ね、ちょっとその辺お聞きしてたんで、うん、その気持ちが素敵ですよね。もう一つでも大きい出ようってなった理由が、はいはい、あの一緒に去年出た職人さんとかとお会いすると、はい、あの、まあ、当たり前ですけど、はい、みんなリベンジをしたいんですよ、僕に対して、うんうん、あ、なるほど、はい、うん、なんであの、まあ、そこは別にみんなもこう、はい、正直にというか、はい、もう一回出てくださいみたいな、はい、あ、そういうことか、はい、それもそれで素敵ですね。そうですね、うんうん、それをなんか言われ続けて、はい、で最初はなんかあんまり、あ、出たくないっていうよりどうしようかなって感じだったんですけど、なんか言われ続けてたらなんかこう迎えこう受けて立とうみたいな、だんだんそういう感覚になってきましたね。リベンジしたいっていうふうに結構言われたんですね、まあ、いや、そうなんですよ、うん、いい意味でなんでしょうけどね。はい、うん、まあ、でもそりゃそうだよねっていうのはもちろん思いますし、うん、そっかそっか、はい、なんか本当に僕ももう来年出るって決めたんで、はい、ちょっと新田さんももし可能ならお願いしますみたいに言っていただいたりすると、なんか僕は結構こう乗せられやすいというかでもね、盛り上げたいっていうお気持ちもお持ちなので、はい、じゃあ出ようじゃないかっていうふうに。そうなんですよね、なりますよね、はい、くすみさんもこう動画で話してましたけど、はい、まあ、僕がどうなろうとその、はい、去年の結果自体はまあ別にこう、うん、そのまんまなん、うん、もちろんもちろんもちろん、はい、おっしゃる通りです。まあでもあとはそうですね、2連覇したことある方っていないんで。そっかそっかそっか、確かにですね。そうなんですよ、うんうん、やっぱそこは結構あの日頃応援してくださるお客様から、はい、あ、2連覇頑張ってじゃないけど、そうですね、うん、僕一番驚いたのが、はい、優勝してもうその週ですよね、はい、数日後に来てくれたお客さんが、はい、まあ、変な言い方ですけど、おめでとうって言ってもらえるもんだと思ってちょっといたんですけど、
ちょっともう5連覇ぐらい目指してねみたいなこと言われてすげえ斜め上から来たなと思ってめちゃめちゃよくしてくださってるすげえ優しいお客さんなんですけど、なるほど、なんか逆にそういう人から、うんうん、なんか君ならできるじゃないですけど、そういうことですよねきっとね、5連覇ぐらいもした方がいいんじゃないですかって言われて、はい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 、ちょっとなんか面白いなと思って、なるほどね、でも期待してくださってるんでしょうね、そうっすね、うん、でもなんかその発想なかったなみたいな、はいはいはい、なんでそれは結構印象に残ってますね、そうか、いやいいお客さんですね、そうですね、うん、逆に2連覇でも3連覇でもなくて5連覇かみたいな、うん、結構途方もないなと思いながらすげえなんか一番こう印象的で、そうだったんですね、はい、そっかそっか、なんかそういうのもあるともうなんていうんですかね、まあ2連覇できるタイミング、はい、そこにまあチャレンジできる時っていうのは、はい、まあ、前回優勝した今しかないので、あ、確かに確かに、いや本当ですよね、やっぱそのまあチャンスというか機会を、はい、なんかこう悩んでていいのかなっていうか、あ、はい、あ、すごいすごい素敵、はい、いやいやいや結構出るって決めた後に、はい、今度は逆にいやでも負けたらとか、うんうん、考えないのって言われるんですけど、はい、なんかあんまりそれは僕全然なくて、なくてなんですね、はい、そうなんだ、それよりもこの連覇できるチャンスをみすみすこう出ないっていう選択肢にしちゃうことの方が、はい、もったいないなっていう方が全然勝ってるんで、はいはい、いやすごい素敵、いや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 、そうだったんですね、なんで最終的にはこう出ない理由ってあんまないなと思って、うんうんうん、いや素晴らしい、光ってきましたね、徐々に光ってきました、はい、ちょっとあれですかね、ミラーグロスですか、はい、を重ねて、ミラーグロスですよね、そうですね、はい、を重ねていただいて、プライマーを指で乗せた後にミラーグロスですね、じゃあ割と普段も、こういう道具が多いっていう、はい、まあ、色はもちろん違うと思いますけど、そうですね、最近はちょっとこう大会寄りの、はい、こう道具チョイスでやってます、はいはいはい、なるほど、まあ、そうですね、あの大会で使う感じのやつですね、そこってオープンなんですか、オープンですね、全然大丈夫です、あ本当ですか、盛り上げる意味も込めてちょっとお聞きしますけど、はい、プライマーは多分きっと使われるんじゃないかなと思ってるんですけど、あと他にこうこれは大事だよねっていう道具とかってあったりするんですか、これは大事なのはプライマー以外でってことですよね、はい、以外で、あでも全部大事ですね、そうか、この組み合わせが重要ですね、うん、とにかくほうほうほう順番と、はい、あ順番も、はい、そうなんですよ、順番と組み合わせがすごい重要で、うんうんうん、だここをなんかずっと考えてる感じですね、あそうなんですね、はい、もうじゃあお家でご自宅で、あ毎日あでもないこうでもないって、そうですね、まあ、ここでお店で結構閉店後に、まあ、ここそのまんま使って、はい、ここで練習することが多いですけど、うんうんうん、もう終電までやってますね、あすいやすごいですね、こうご自身で目指されたいその磨きの、はい、こうなんかゴールみたいなのってあったりするんですか、あなんかこう、はい、さっき表現っていう言葉を使われてたと思うんですけど、うんうんうん、そうですね、やっぱりこうなんか自分じゃないとこれもう新田さんじゃないとできないでしょみたいな、はい、まあ、そうやって言われるぐらいになれたらいいなと思いますね、あなるほど、うんうんうん、素敵、はい、その、うん、自宅でできそうとかそういう意味ではなくて、うん、まあ、やっぱ他にもたくさんいい職人さんがいる中で、はいはいっていう感覚ですかね、そうですね、あちょごめんなさい話変わっちゃうんですけど、はい、つま先が2個ついた靴を僕に写真送ってきて、うん、でこれってなんか磨き屋さんとかで磨いてもらえるんですかねって、はいはいはい、質問来た方にコムデギャルソンのやつですね、あコムデギャルソンでしたっけ、そうなんですよ、あその人ってお客さん来ました、来ました、あの方ってくすみさんにそれを聞いたんですね、それは知らなかったんですけど、はい、その人いらっしゃいました若い男の子、あ若、はい、多分ね若い方だろうなと思ったんですけど、そのこういうのってできるんですかね、はい、みたいな質問来て、僕そうなんですね、その多分職人さんは喜んでやってくださるんだろうなっていうのは間違いないと思ってたんで、はいうんうん、まあ、一応
なんだろう、まあ、どこにお住まいだとかっていう話聞かずに、はい、あのチャンピオンの方がいらっしゃるお店が青山にあるからっていう。ありがとうございます。あ、全然全然。あ、そうだ、よかった。来まし、いらっしゃいました。あ、本当ですか。はい、よかった。え、もう本当に2個ついてる感じですよね、つま先が。そうなんですよ。あの画像と動画は撮って、あの残ってますよ。あ、マジですか。はい、インスタに上がってます。まだ上げてないんですけど。大丈夫です。そうなんですよ。そうなんだ。上げようとは思ってますね。ああいう靴も別に全然そうですね、ウェルカムですか。ウェルカムです。むしろ好きですね。ね、あれ、いや、面白いですよね、はい、ああいう靴は面白いですね。もちろんこうカチッとしたドレスシューズでお持ちになるお客さんも多いと思うんですけど、うん、意外とああいうなんかこう変わった靴とか面白い靴とかちょいちょいあったりしますか。まあ、そうですね、ありますよ。まあ、そんなポンポンは来ないですけど、まあ、ポンポンは来ないでしょうけどね。でもありますね。そうなんだ。あの靴は2回見、他の方と含めて2回やりましたね。あの上下にやってるやつもあるんですよ。あ、知ってます知ってます知ってます。でもあれもコムデギャルソンなんですね。そうです。コムデギャルソンと、わ、名前どうするしちゃった。コラボしてるブランドがあって。あ、そういうことか。はい、うんうん、あ、すごい光ってきた。光ってきましたね。今って、はい、あのバックの新しい店舗の店長さんでいらっしゃるんですよね。すよ、はい、そっちも兼任で。兼任。そうです。青山、こっちでもカウンター磨き含めて、はい、やってるんですけど。前ってここ店長さんでいらっしゃいましたよね。ここ店長でした。今もそれは、そうです、そうです。あ、まあ、じゃあ、なんて言うんでしょう。今は一応役職で言うと、マネージャーという役職になってて、はい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 、一応その、青山の店長は、稲田くんっていう、あの、はい、今回東京予選にも出るんですけど、うんうん、はい、稲田くんが店長。あ、そういうことですか。で、ザバックの店長兼青山も、はい、マネージャーというか、マネージャーとして見てるみたいな感じで。そうだったんですね、はい、そっちは、靴磨きもやってくださるんですか。あ、磨きはできないです。さすがにバックだけ。あ、そうです。でも預かりはある。預かりは OK です。あ、へえ、そうなんですね、はい、預ける分にはできますね、うんうんうん、なるほど。さっき大塚にあの駅 30秒にあるって、はいはい、そうです、伺いましたけど。そうなんですよ。バックの方はちょっとやっぱ革質が違ったりとかするので、そうなんですよ。なんかおっしゃる通り、なんだろうな、まだやり方分かんないことが多くて、うん、あんまりやらないんですよね、はい、カバンは難しいですよ。また結構顔料系の素材が多いんで。そうですね。なんかそうなんですよ。下手にやっても用紙とかしたら嫌だなとか。そうですね、ありますもんね。あります。で、僕らもあのちょっとまたその辺もクリームとか、はい、あ、専用のやつがあるんですね、やっぱり。今こう独自で調合してて使ってやってますね。すごい。そうですか、はい、本当に相性っていうのがもろに違いが出るんですよ、靴以上に。へえ、はい、まあ、靴もめっちゃあるんですけど、はい、それ以上にカバンは間違ったクリームを塗ってしまうとすごくあの嗅ぐとこちょっと白っぽくなっちゃうとかあるじゃないですか、はい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 、あ、無色使いすぎましたねみたいな、うんうん、ああいうのがもう一回やっただけでがっつり出ちゃったりとか。そうなんですか、はい、へえ。結構、ま、間違えるとかなり分かりやすく出ちゃうんで。そうなんだ。だからお客様にもこのクリームがいいですよって勧めづらいんですよ、はい、ああ、なるほどね。この革のこの色の場合は、はい、こっち使えるんですけど、はい、途端に黒の黒色になったらダメですみたいな。そうなんですね。色とか以外の話も含めてってことですね、きっと。あ、そうです、そうです。あの、うん、ちょっと脂肪側っぽい素材とか、はい、多いですよね、バック系。多いじゃないですか。なんでああなってくるとまた変わるし、はい、みたいな。そうなんだ。万能っていうのはないんですよね、今世の中的にも。もう結構だいぶだいぶいい仕上がってきつつありますね。はい、すげえ。そんなにこうお話しながら、なんて言うんでしょう、ナチュラルっていうか見やかしてもらいましたけど。よくその喋りながらできますよね、本当に。これも皆さん本当にすごいと思う。そう、でもそうですよね。最初難しかったですけど。あ、そうですか。難しかったですね。結構苦手でしたね。あ、へえ。まあすごい変な言い方すると、はい、
その今バックの方を僕やってるじゃないですか、はい、ああいう方が僕はもともとは好きだった方なんですよ。接客とかっていうよりはそうですね、黙々とこう、はい、作業するというか、まあ、そうです意外です。そうなんだ、まあ、はい、そうですね。でもまあもちろんカウンター磨きに憧れてこの業界来たんで、うんうんうん、それはもうやりたいことだったんですけど、はいはい、特にあの大会のスプリントみたいな、はい、ああいうのはあんま やろうと思ったことがなかったんで。大会のスプリントって何ですか？要は大会って20分の、はい、短い時間で磨くじゃないですか、うん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 、なので靴磨きでいうと、はい、こうやってお話しながら1時間で磨くのと、はいはいはい、20分っていうので、うん、どっちかというと短距離走。そうですね、うん、例えば、まあ、これ職人じゃないと分かんないですけど、はい、あのうちメンバーがいるんで、はい、こう預かってる靴とかを一斉に仕上げて磨いていくこともあるんですよ、うん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 、そうすると丸1日かけて十数足とか20足とか、はい、うんうん、磨いてくるんですけど、はい、そういう方が僕多分めっちゃ強いと思います。そうなんですね。はい、はだそれがまあなんていうマラソンみたいな感じで、はい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 、大会にそういう競技はないですけど、はい、でこう職人ってこう、まあ、一個その指標として大会ありますけど、はい、結構いろんな向き不向きは若干あって、うん、そっか、はい、確かにやっぱりしゃべると絶対脳のリソースは多少そっちに持ってかれるから、持ってかれますね。新田さんの場合はきっと、まあ、その性格的にはこう黙々とやった方が多分よりあの、はい、パフォーマンスを出しやすいみたいな。そうですね、ことなんですね。やっぱりでもこの磨きの表現の源は、はい、うんうんうん、この会話から生まれるんで。あ、そうなんですか。やっぱりこう皆さんのリアクションだったり、うん、あ、そうか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 、はい、好みだったりとか、はい、これを聞けないとアウトプットにはいかないんで。いやいいですね、いいですね、そういう話聞きたかったです。なのでまあ切り離せないんですけどね。そうですね、納得です。でも最初の頃は本当に20分でこうガーッと磨く、はい、この競技っていうのは苦手だなってすげえ思ってましたね。へえ。でも苦手は克服したいんで。あ、すごい前向きなこうあれですね、きっと。そうですね、性格的に。そうですね、昔からそうですか？昔からそうですね。いいですね。なんか、うん、すごい諦めが悪いですね。素敵です。なんか、うん、ずっとやってりゃいずどっかでできるだろうみたいな、うん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 、そうやって思うタイプではありますね。そっか、いや素敵だ。そう思って大会もなんでようやくあの去年で苦手を克服しました、うん、っていう感覚です、僕的には。いや素敵素敵、すごい素敵。そうなったんですか、はい、ちょっとこう人間性みたいなところも垣間見れて。いやー、はい、もうあっという間に完成でした。そうですね、いやめっちゃ磨きやすかったですね。よかったです。色味すごいいい色ですね。発色良くなりましたね、もう明らかに。そうなんですよ、はい、ちょっと明るく。いやそれで紐を通して、はい、最後ちょっと水研ぎして完成みたいな感じで。そっか、このタイミングでやるんですね。そっかそっかそっか、はい。そっか、でもやっぱりそういう取材とか多いですか今、まあ、去年の例えば優勝された、ね、直後とか多いですね、うん、正直月1、2本は何かしらやってるぐらいの感覚なんで。すごい夢ありますね、それは。いえいえいえ。2連覇したらちょっとバイバイゲームで。そうですよね、増えていかないと。はい。そうです。確かに。いや楽しみですね。そのもうだってもう本当来週ぐらいの、再来週ぐらいか。そうですね、うん、土日めっちゃ楽しみですよ。すごいツヤツヤだ。うん、いいですね、いいですね。でもこのぐらいを20分ではやりますね、最低。そうですよね、はい。じゃないと、すごいことだよな。勝てないっす。ねえ、レベル高いっすよね。高いんですよ、本当に。困っちゃう。本当に。困っちゃう、困っちゃう。いやー、すごいな、やっぱ。いくつっすね。いや、ありがとうございます。綺麗になった。色が全然違う。そうですね。あ、だいぶこう、赤みが、うん、ちょっとこうやって置いてますけど。いやー、いいっすね。ありがとうございます。あ、どうしますね。あ、いいっすね。あ、そうか。
こんな綺麗になるんだな。ちょっとピントが合わないな。元のラスト形状がいい形状してるんで、すごく立体的に光りますね。ちょっと立体感ありますよね。ありますね、うん、でこのシームレスのところ、はい、スキンステッチか、はい、スキンステッチのところがもともとめっちゃ綺麗にステッチかかってたんで、はい、磨いてないとちょっと目立たないというか、隠れスキンステッチが隠れてたんですけど、ちょっとこの確かに、あ、いや面白い。磨いてない時はこうなってないですよ、ね、うん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 、確かに確かに、あ、言われて気づきました。これすごい違いだなと思いました、ね、本当だ。いやもういや履いて帰りたいな。確かに履いて、いやそうしよっかな、履いて帰ります。はい、ありがとうございます。よいしょ、じゃあこれで、はい、いや完成です。ありがとうございました。ありがとうございます。すごっ。ああいいですねこのいやはい、いやありがとうございました。ありがとうございます。すごい。残ってますね。残っちゃダメなんですけど、まだちょっと残ってるんで。あ、そうなんです。多分でもやっぱりお客さん聞いてると細かいその辺ってあんま知らないんですよね。多分ちょっと詳しく見ないと載ってないんで。そっか、行ってフラッと、まあ昔はフラッと行って見れたけど、今はその席が、有料の席が前の方にあるんですよね。そうです、そうです。で行ってフラッと見ることもできるんだけど、多分ちょっとそれだと若干遠いのかな、どうなんですか、ね、でも、はい、実際全然見れますね。あ、そうですか。あのそうなんですよ、座ってこの辺とかぜひ言えたらと思うんですけど、ぜひぜひ喋ってください。温度感、会場の温度感的には、はい、座ってみたいか、はい、まあ、立ってみたいかぐらいの差で、距離感は、まあ、多少ありますけど、そんなに変わらない。めちゃめちゃ遠いってことはないってことですね。全然ないです。あ、そうなんですか。なんで有料席、S 席と A 席ってあって、はい、S 席はもう一番前です。目の前です。目の前のところ、はい、なんであそこだたら、まあ、まあでもあそこは逆に近すぎんじゃないかなぐらい近いんで臨場感は抜群ですけど、そっかそっか、すぐそこって感じですよね。そうそうです、そうです、うん、確かに確かに。で、まあ、A 席はまあ座って見たい方はって感じで、うん、でも立ち見はもうそのすぐ後ろにこうパーッと、ね、見れるとこありますよね。はい、全然見れます。あと会場だともうだいぶ今力の入れ方がすごくて、はい、モニターがちゃんと別でこう横にあったりするんで、はい、手元とかはじゃあそっち、そうそうそう、細かいところとかは見えるんですね。見れます。へえ。あとはもう本当に次 YouTube の中継、あ、そうだそうだそうだ、はい、うん、めっ画質めっちゃいいんで。あ、そうなんですか、はい、田代さんおっしゃってましたけど。そうですね、めっちゃお金かかるって言ってました。そうですよね。でも本当に、まあ、プロ目線で言ったら変ですけど、はい、画質悪いと分かんないじゃないですか、どのぐらい光ってるかとか。うん、確かに確かに、それぞれの選手は。でもそれはもう今分かるんで。あ、そうなんですね。全然 YouTube で当日見るのもよしって感じですね。さすがにちょっとね、遠くにお住まいの方とかは、うん、まあ、行くの難しいってことは。そうですよね。まあ、でも YouTube をぜひ見てほしいって感じですよね。めちゃめちゃいいと思います、うん、はい、なるほどね。そっか、チケットもし興味ある、あの、そう、買わないといけないっていうのを知らない方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんで。 ね、でも買ってなくても入れますね。あ、そう、ちょっとあのこれ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 いいですか、ちょっとお返しして。ああ、ぜひぜひぜひ。確かに、はい、あとですね、あと新田さんが表紙になってますんで、これ今年のやつですね、20年のやつ、選手名、はい、ちょっと中は映しませんけど、はい、っていうのもいいですね。パラパラっとゲーム、あ、全然大丈夫ですよ、やっていただいても。大谷翔平、はい、成功の広告ですね。こう意外と皆さんがこの辺も映しても多分大丈夫ですけど、うんうんうん、分かりづらいこのルールとか、あ、これ、うん、多分これ分かっとくとより楽しめますよね。そうなんですよ。ちょっとあの 読み込まないと難しいんだろうけど。そうですね、うん、こうトーナメント方式で、はい、こう勝ち上がっていく
見どころたっぷりです。そうですね、はいはい、ありがとうございました。大塚の方のバッグの店は基本、はい、補修修理がメインという感じですね。そうですね、うんうん、やっぱあの預かりで、はい、こうカバンの、まあ、本当に本格的な四隅のすれとか、まあ、結構あとあのハンドルがやっぱり先に持つんで、はい、痛みますので、ハンドル交換みたいな修理もできますし、はい、あとは、まあ、の塗装をかけ直したりとか、はい、はい、塗装をかけ直したりとか。あ、そうですね、そっかそっか、塗装っていう方法になるのか。なんか、はい、きっといろんな、うん、その、まあ、多分革靴もそうですけど、いろんなこう傷とかそう持ち手とか多分いろんなケースがあると思うので。そうですね、多分まあここでは全部説明しきれないと思うんで、うん、まあ、あの相談 しに来てくださいみたいな感じですよ ねきっと、うん、染めて仕上げてるバッグだと染めて直して、顔料系のものだと、はい、その塗装で直すんですよ。うーん、そっかそっか、その、まあ、全然靴とはまた違った革もあるから。そうですね、うん、なかなかそこは素人がこう見て分かんないとかなんで。そうですよね、はい、で結構靴磨きはデイリーケアっていうのはご自宅でもできると思うんですけど、はい、バッグに関してはもう本当に機材めちゃめちゃないと。あ、そうなんですか。あのエアブラシとかこう使ったりするんで、うん、スプレーのやつですよね。そうですね、うん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 、なんでそういうのはもうちょっと専門に直さないといけないんで。そうですよね、まあ、あのなかなか素人はあの我々はやり方わかんないので、うん、ちょっと僕も一足じゃない、あの一個そういうバッグあると、はい、ちょっとぜひまた、ぜひぜひ、あのどれか、こうぐらい治るのかみたいなのが直で体感できたら、それめちゃめちゃ嬉しいです。いいと思うんで、はい、ぜひまたちょっと次回は大塚でぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。いや本当改めて今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。楽しかったです。はい、大会もでした、はい、応援してますのでぜひ頑張ってください、はい、頑張ります、はい、楽しみにしてます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。失礼します。Ha ha ha ha.